宿？うん、今週末に。どうしてこのタイミングで？今フォトンメイデンは新しく生まれ変わろうとしている。これまでのクールなイメージだけじゃない、フォーメニーカラーズもその一つだったと思うの。うんうん。次に目指すものはもっと可愛い。それも候補の一つとして、もっとそれ以外のイメージも模索したいと思うの。さっき、今のフォトンメイデンには以前にはなかったいくつもの色がある。それはいいことだけど。まだぼんやりしてる？そっか。それぞれの目指すイメージがバラバラだからかな。今まではシャノさんが決めてくれてたけど、今後は自分たちで決めていかないとね。そのための合宿か。うん、いいと思う。楽しそうだし。合宿するとなると、じゃーん。ダメだよノアちゃん、ぼーっとして歩いてちゃう。くるみちゃん。ちょっと考え事してて。何考えてたの？実は今週末にね。合宿？うん、今週末に。わあ、ミーコ合宿って初めてなの。それはもう決定なの？いいよね。ダメな理由ある？確かに合宿とかしてみたいけど。場所とかはどうしますの？全部任せて。ここね。あ、もう来てたんだ。え、くるみちゃん。やっほー、どうじゃーん。リリリリ。今回はフォトンメイデンとリリカルリリーの合同合宿よ。合同合宿。始まりはワンステップツーステップ、君は清らかにシステップフォーステップダンス、儚しはマイ。一緒してよかったんですか？ご迷惑だったのでは？そんなことないよ。参加してくれて嬉しい。私たちも新しい刺激が欲しかったから。もう、みゆうちゃんも委員長も気を使いすぎ。同じ合宿に参加する仲間だよ。そうそう、だから遠慮せず。はあ、一気に華やかになって、いい合宿になりそう。ねえねえ、リリリリってみんなすっごいお嬢様なんでしょ？そうだよ。こんなキャンプみたいな合宿平気なの？ご心配には及びません。この日のためにいろいろと調べてまいりましたので。おお、さすが委員長。誰が委員長ですか？ひひそれにみゆさんはお料理がとてもお上手なんです。そうなんだ。少し教わったことがある程度ですけど、ただオムライスにはちょっと自信があります。オムライス大好き。
ますわね。これがプロ。私たち間違いなのでは？え、そんなことないって。うちとは方向性が違うだけ。私たちも始めよう。いつも通りに。え？アリス川学院の生徒はみんな学校で歌うらしいわ。確かミユちゃんは聖歌隊だよね。へえ。なんて清らかなの。まるで天使。神に使わされたエンジェルだわ。透き通った綺麗な色。聞き入っちゃった。ありがとうございます。でも今のはただの発声練習で。お、今の歌とても綺麗な色でした。皆さん今何を思い浮かべて歌っていたんですか？思い浮かべていたものですか？はい、私は学校の礼拝堂を思い出していました。礼拝堂、いつも歌っている場所なので。私もですわ。私は、スイドミシスターの怖い顔も浮かんじゃう。ミーコは、叱られてるクルミちゃんの顔も浮かぶの。じゃあ、あの色は、礼拝堂の神聖なイメージ？あの、色っていうのは…サキちゃんは、音や場の空気が色に見えるの。共感覚って言うんだけど。何それ、面白い。不思議なの。一つ、提案があるんだけど。せっかくの機会だし、フォトンとリリリリの練習をお互いに体験してみるっていうのはどうかしら。え、私たちがフォトンメイデンの練習をですか？うん、面白そう。楽しそうなの。楽しくなさそう。じゃあやってみよっか。もっと腕を大きく。はい。ミスを怖がらずに。はい。体の軸がぶれないように。こう？そうそう、いい感じ。くるみちゃんはもう少し跳ねるのを抑えた方がいいかな。でも動くときにこうやって跳ねた方が可愛いでしょ。怖い。可愛い。無理です。正解。ダメでしょ、ちゃんと指導して。かなりハードなの。誰かに教えるってなんだか新鮮。教えることで逆に気づくこともあるわね。くるみちゃんたちが踊るフォトンの曲いいかも。今度は私たちが教わる番ね。と言っても私たちが指導できるのはそれこそ賛美歌くらいで、はい、ぜひ教わりたいです。私たちがフォトンの皆さんに教えられることなど発声くらいかな。ミーコ、シスターの気持ちになって厳しく教えるの。かわいいリリリリの曲も教わりたいけど。個別に指導してあげてもいいよ。ああ、でもそれならサキちゃんとでお願いします。3、はい。朝の光や漏れています。サキさん、もっと口角を上げて。鼻から息が抜けてない。喉に力が入りすぎてるの。違う。
お昼は軽食でしたから夜はしっかり取らないとですね。みんなお腹空いてるだろうし。ねえ、ん？これ使わないの？お釜で炊いたご飯食べてみたいの。私、うちの料理長さんに習ったから炊けるよ。ほんと？みゆちゃんすごいの。ほら、炊飯器もありますから無理しなくても。かまどは本格的に楽しみたい人向けかな。せっかくなら本格的な方がいいよね。そうなの。それには燃やす薪がないと。これじゃないかな。これ使って割るってことじゃない？危ないですわ。無理なさらずに。大丈夫、動画で見たことあるから。いぶきさん、代わって。え、さっきやったことあるの？はい、よく父とキャンプに行ったりしましたから。じゃあ私たちはご飯の準備をするね。ご飯の準備は順調かな。ちょっと何？びっくりさせないでよ。ヘビ！引っかかってる。もうくるみちゃん、またこんないたずらして。ノアちゃん、それ私じゃないよ。山の中だし、ヘビくらいいるよ。あれはシマヘビ、ナミヘビかナメラ族。無毒だから害はないけど。向こうも慌てて逃げてったし、お互い様だよ。よく見たら可愛かったし。可愛くない。それよりほら、ご飯の準備手伝おう。よいしょ。わー、焚き火のご飯なの。ピーラーを用意してくればよかったですわ。包丁上手ですのね。よくリンゴの皮とか剥いてたから。ファイヤー！火強すぎ。外はカリッと香ばしく、中はじっくりジューシーに。うるさいな。よし、こんなものかしら。こうした方が良くない？え、ちょっと、お菓子？かわいいな。おいしいね。アレンジは任せて。わー！わー！さあ、冷めないうちにいただきましょう。いただきます。主よ、あなたの慈しみに感謝してこの食事をいただきます。ここに用意されたものを祝福し、私たちの心を支える糧としてください。今日、食べ物にことかく人にも必要な。これでよし。あれ、何かな。わあ、サウナ本格的。フィンランド式だね。石を薪の火で熱して水をかけて蒸気で蒸すの。ロウリュウってやつ。よく知ってるわね。うちのおばあちゃんがハマってて。あ、サキちゃんの切った薪まだあったよね。えっ！
きちゃん、何してるの？星がよく見えるから。星？うん。みゆちゃんは？お風呂で汗をかいたから少し涼しい風に当たりたくて。合宿っていいね。こんなにまとまって練習したのも初めてだし、夜はキャンプみたいで楽しみ。合宿の夜といえば怖い話なの。何それ、楽しそう。可愛い女子トークとかじゃないの？ミーコのおすすめのはしごのホラー映画を持ってきたの。よし、見よう。私はいいかな。あれ、逃げちゃう？そういうわけじゃ。じゃあ見よう。お待ちください。ミーコさんが選ぶ星5は侮ってはいけませんわ。ガチで怖いやつだよ。ノアちゃん気絶しちゃうかも。そんなわけ。ますますみたい。すごい、目が慣れてきたからかな。星がいっぱい。あっちはカシオペア、真下はペガスス座の大四辺形、あっちは南の魚座のフォーマルハウト。サキちゃん、星詳しいの？私、宇宙が好きで、小さい頃からよく星を見ていたの。北海道にいた頃は父と天体観測を兼ねたキャンプをしたり。お父さんも星が好きなの？父は宇宙関係の仕事もしているから。宇宙関係？私が宇宙好きなのも父の影響なの。そうなんだ。将来は宇宙関係の仕事をしたいと思ってたけど、 DJ の世界を知って一気に夢中になって、フォトンのオーディションに合格して。また別のやりたいことが見つかったんだね。こっちに引っ越してきたけど、都会は星が見えなくて。都会の夜は明るいから。ここから見る星は小さい頃父と一緒に見た星に似ている。星、宇宙、なんだかフォトンメイデンのイメージに近い気がする。イメージ？サキちゃん、私たち今少し悩んでいて。悩み？フォトンメイデンが？うん、フォトンというか私。これまで私たちにはプロデューサーがいて進む方向を示してくれた。でもこれからは自分たちで決めていかなきゃいけなくて。みんなやりたいことのイメージがあるけど、私だけがまだぼんやりしていて、この合宿で何かつかめないかと思って。そうだったんだ。リリリリは方向性とか話し合ったりするの？どうなんだろう。自分たちの好きなものややりたいことを話したりはするけど。目指したいものがバラバラだったらどうする？どうするんだろう。まだそんなに意見が分かれたことがないから。でも春菜ちゃんやくるみちゃん、みーこちゃんがこういうことしたいんだなって分かると嬉しいかな。私も自分の目指したいものをはっきり言えたら。自分のことは自分が一番わからないのかもしれないね。サキちゃんは宇宙が好きで星を見るのが好きだよね。うん。あとはそうだな、 DJ が好きでフォトンメイデンのことが好き。でなきゃこんなに真剣に悩んだりしないかなと思って。びっくりした。今の声誰？委員長？私ではありません。ノア？じゃないか。じゃあ誰？やっぱり春菜ちゃんなの。委員長びっくりだよ。ですから私ではないと言ってます。いいから続き見よう。リリリの曲は可愛くて楽しそうで、いくつもの色があるけど決してバラバラじゃない。同じように透き通った色。発声練習の時も言ってたね。やっぱりあの賛美歌に何か。あ、朝の光闇を払い、日は昇り、私たちに
あの時に見た。私の目指したいもの。みんなどうしたの？なんだか疲れてるみたい。みんな映画で盛り上がりすぎて休憩中なの。大丈夫？別に。ございます。おはよう。ヒント見つけたみたいね。はい。同じ時間を共有するからこそ生まれてくることがあります。お互いを深く知ることで新しい扉が開くのです。次回、星と神。